岩室駅は、新潟県新潟市西館区和野を一丁目にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である、単式ホーム一面一線を有する地上駅。相対式二面二線だったが、非電化時代の1981年の時点で、すでに交換設備は撤去されていた。電化後もホームのみ残されていたが、1990年代に撤去されている。園三条駅が管理する。 無人駅で改札口には簡易水果改札機が設けられている。駅舎内には自動券売機のほか自動販売機などがある。駅舎内のトイレは改札外に設けられている。現在は無人駅だがかつては直営駅でその補業務委託駅、簡易委託駅としても営業していた。改札横に設けられていた出札窓口は無人化後にパネルで封鎖され。 ポスターの掲示スペースとなっている。また駅舎内にはかつてキオスクも設けられていた。かつては、全路東側から当駅を利用するには、踏切まで迂回しなければならなかったが、1991年9月に、岩室村立、和治小学校が当駅東側へ新築移転し、さらに1990年代からは東側で、 住宅地開発が進捗して利用者が増加したため、数収む小学校に通学する児童の通学路確保と、駅利用者の利便性向上を目的として、線路下を経由する地下歩道が建設された。1日平均乗車人員及び年間乗車人員の推移は以下の通りであった。なお、2011年度以降の乗車人員データは、無人駅については発見データが正確に、 計上されないとして、非公表となった。旧岩室村、東部、数治む地域の島地に所在する。かつて当駅正面には老朽化した農協倉庫が立ち、駅前通りをはじめとする、駅周辺の道路はいずれも強硬な単車線となっていたが、新潟市への編入合併時の建設計画で、駅前広場が拡張されることになり、駅前通りに並行して市道が増設され、 旧来の駅前通りと合わせたロータリー状上の走路が完成し、自動車が駅前へ乗り入れやすくなった。また、ロータリーと駅舎横には緑地帯も設けられた。この岩室駅前周辺整備事業は、事業費約6000万円をかけ、2007年度に着工して、同年度中に竣工し、境外だった駅周辺の環境が一部改善された。また二千九年からは、 このロータリー広場の植栽に約1万個の LED 電球を仮設したイルミネーションが毎年12月中旬から1月上旬にかけて実施されている。これは岩室地域コミュニティ協議会が地域を明るく照らし、年末年始に岩室地区へ帰省する人を温かく迎えることを目的に企画したもので冬の風物詩となっている。なおタクシーは駅舎正面でほぼ終日。 毎時むね1から2台が待機している。バス路線図。当駅からは黄色の路線が出ている。時刻表はウエスト観光バス、路線バスを参照。駅前にはウエスト観光バスの岩室駅前バス店が所在し、牧駅から当駅、岩室温泉を経由して、岩室地区海岸部のマセ地域に至る一路線が発着している。ありがとうございます。